今回はチューニングについてです。演奏弦の伝統的なチューニングは低い方から C、G、C、A です。でこの一番低いベース弦、ドロン弦とも言いますが、これが C で、メロディーで使うメロディー弦、これが G、C、A です。で最初に伝統的なチューニングはと言いましたが、ニッケルハルパはスウェーデンのウップランド地方の楽器です。このウップランド地方に伝わる伝統曲というのは C、F、G の曲が多いんです。でこうした伝統曲を弾くときにドロン弦の C をアクセントのように使うことが多いんです。例えば強調したいときにこの出だしの音とか、こういう使い方をします。この伝統的な曲は C が多いんですけれども、 C の曲をあまり弾かないという人は C を D に変えたりもします。1オクターブは12音ありますが、この12音に対応して共鳴弦が12本ついています。この共鳴弦12本の音の並び自体に特に決まりはありません。で皆さんも楽器を買った時、一番最初の並びの通りに合わせていたらいいと思います。私の楽器は最初からこれが一番低い方が G シャープで始まって半音ずつ上がっていって、一番最後の12音目が G で終わる並びです。では演奏弦のチューニングからしていきたいと思います。私が使っているチューナーはこういったものです。そしてピックアップマイクがついています。でチューニングの時にこれがあると共鳴弦の音を拾いやすいのでとても便利です。でこれはブリッジに挟んで使います。でまずは演奏弦の方から弓で弾きながら合わせます。でこのタイプは緑が合ってる、で赤が低すぎる高すぎるというランプです。で大きく狂っていなければこの手元のアジャスターを使ってチューニングをします。で演奏弦全部4本、ドローン弦も含めてチューニングをしたら、次は共鳴弦です。共鳴弦は爪で弾きます。でこれも12本、最初慣れるまでちょっと数が多いなって思うんですけれども、毎回演奏弦4本と共鳴弦12本合わせてください。この鍵盤の一つずつについているこの木片をタンジェントと言いますが、この鍵盤の1音ずつをチューナーで確認して調整したい場合はこのタンジェントを回します。ブリッジ側に回すと高くなって、ペグ側に回すと音が低くなります。でこのタンジェントは鍵盤にきつく刺さっていて簡単には回らないようにできています。ですのでタンジェントの上の方を持ってこう回そうとすると間違えて折ってしまう可能性があるので、できたらこういうペンチを使って根元の方を掴んで回すといいと思います。でこれはセロテープが巻いてあるんですが、ペンチに溝があって傷つかないようにセロテープをつけています。でこのチューニングは毎回しなくても大きく狂うことはありません。そしてタンジェントは弦を押さえるので、弦と接触するところ、ここが少しずつ削れていくんです。でこの削れ方が大きくなると音程が狂ってしまうので、その時は新しいタンジェントと交換してもらいます。